顔は微妙、声も微妙、人生は新宿駅、そのようなものがお伝えいたします。ダキオワークスザ・セカンドでございます。私はただいま静岡県伊豆の国市にございます南山荘の前に来ております。月に一度はここ南山荘で温泉場お散歩地が催されております。この動画では緊急事態宣言解除後の温泉場お散歩地の様子についてお伝えしていこうと思います。それではお付き合いのほどよろしくお願い申し上げます。早速ではありますが、いろいろな出店をざっと見て回ることにしましょう。コロナ前には到底及びませんが、かなり賑わっているようです。売り切れ必至のだし巻き卵、なくなる前に早速買いました。こちらのバルーンアートもかなりの賑わいよう。食べ物関係の出店などまだまだあるようですので、そちらも回ることにしましょう。これらの出店は後ほど足を運ぶことに。今度は建物の中に入っていくことにしましょう。入る際には感染症対策としてマスク着用と手の消毒を忘れずに。建物の中もかなり賑わっているようです。もちろん出店も温泉まんじゅうの詰め合わせは残念ながら売り切れでした。温泉場お散歩地の目玉と目される旅館の協力による掘り出し物市、相も変わらず皿やら茶碗やらとにかくいろいろなものが売られてました。もちろん古紙回収コーナーもあります。中では何やら地元 FM 局である FM 伊豆の国の公開生放送が行われてました。で、あっちゃん先のリクエストはその後に。それでは気になる食べ物を数点ピックアップすることに。はい、100円でお願いします。はい、ありがとうございます。ゴミ出たら持ってきてください。こちらが先ほど買ったみたらし団子になります。せっかくですので熱々のうちにいただくことにしましょう。まずは初めの一口をパクリ、もう一つパクリ、さらにパクリ、そして最後の一口をパクリ。出来たての団子もなかなかいいですね。完食しました。どうぞ。
すいません、はい、四角肉の串焼き1本。はい、ありがとうございます。はい、いらっしゃい。高タンパク低脂肪で鉄分が豊富です。豚の4倍牛の2倍の鉄分があります。伊豆の鹿です。ヒマラヤ岩塩とエキストラバージンオイルを混ぜた塩だれ塗ってます。はい、はい、どうぞ。はい、どうぞ。はい、ありがとう。こちらが先ほど買った鹿肉の串焼きになります。せっかくですので熱々のうちにいただくことにしましょう。パクリ、続けざまにパクリ、さらにパクリ、そして最後の一口をパクリ。こちらも完食、おいしゅうございました。ごちそうさまでした。すいません、はい、オムライス2つ。はい、ソースどちらにしますか。そしたらトマトソースでお願いします。はい、トマト2つ。良いお土産ができました。お待たせしました。はい、どうも、ありがとうございます。緊急事態宣言が解除されてだいぶ経ちますけども、新型コロナウイルスは決して収束したわけではありません。そういったウィズコロナの中でどうやって経済を回していくか、そしてにぎわいを作っていくか、そういったことも大事になるかと私は存じます。以上をもちまして、温泉場お散歩市の様子についての動画はこれで締めることといたします。それではご視聴ありがとうございました。お気に召されましたら、チャンネル登録のほどよろしくお願い申し上げます。また、Twitter および Facebook もございますので、説明欄よりフォローのほどお願い申し上げます。